皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。先日ですね、こちらデザートウエストさんのスマホリングを紹介しました。でこのスマホリングね、非常に質感がいいんですよね。ここ革張りイタリアンシュリンクの革を貼ってあって、なおかつですね、磁力めちゃくちゃ強くて、さらに言うと背面側にも磁石が入っておりますので、スチール製のねところであればペタッとこう貼り付けることができたりと、なかなかね質感がいい上に多機能なスマホリングだったんですけれども、今回ねそのデザートウエストさんから違うタイプのスマホリングをレビュー用にね提供していただきました。でこちらになるんですけれども、2023年超強磁力&多機能っていうふうに書いてますよね。このスマホリングも磁力が強くて多機能ということみたいなんですけれども、パッと見る限りですね、なかなか変わったデザインのスマホリングで、これもね、使ってみるの楽しみですよね。はい、ということでね、今回はデザートウエストさんから新たにまたねレビュー用にいただいたスマホリングをね紹介していきたいと思います。それではね、まずは開封していきたいと思います。はい、それではね開封していきたいと思います。まずパッケージですけれども、以前ね紹介動画お見せしましたけれども、同じように黒いパッケージで、なかなかねおしゃれですよね。はい、ではね早速開けていきたいと思います。よいしょ、あ、反対かな。はい、オープン、じゃじゃん。おお、なかなかかっこいいですね。まずね、同梱物として延長保証サービスを申し込むという、まあ、サンクスカード兼保証関係の案内のカードが1枚入っております。でオープンしますね。なかなかこのアップルでいうところのスペースグレー的なね色ですよね。かなりシックな印象を受けますけれども、先にですね同梱物をねちょっと紹介しておきましょう。といってもスマホリングなので、同梱物何が入ってるんでしょうね。あ、なるほどね。これですね、マグセーフのプレートに対応していないケースの場合、こういったものを貼ってくださいよというね、しっかり留めるためのマグセーフ対応のプレートが2枚、白と黒ですね、入っております。そして、まあ、これは多分貼り付けるときに拭いてくださいというね、ウェットティッシュ的なウエスだと思います。こういうクリーニングキットとプレートが入っています。そして取扱説明書ですね、まあ、おそらく後半の方、ここからかな、日本語対応してくれております。はい、同梱物としてはね以上ですね。でリング本体に行きますけれども、おお、なるほど、これはリングが外側についてるんですね。うんうん。でこちら側が磁石になっているということで、でもこれがついてるんですよね。この布製のループがついていると、なかなか面白いですね。はい、でちょっとね iPhone に試しにつけてみたいと思いますが、うんうん、なるほど、あ、こんな風になるんですね。はい、ということで開封して iPhone に取り付けてみましたけれども、このループですね、布製のループ、どういう風に使うのかちょっと今のところわからないので、これからね、取説を読みつつしばらくね使ってみたいと思います。はい、ここからは動画後半になります。でこのねデザートウエストさんのスマホリング、数日間ね使ってみましたので、そのね使ってみた上での気がついた点なんかをご紹介していきます。でその前にまずはちょっとだけね諸データ紹介しておきます。はい、まずねサイズですけれども、直径がね約62mm、そして厚さがですね 4.5mm となっております。で重量の方ですけれども、はい、約ね 44g となっております。でこの重さね、まあ、スマホリングとしては結構重い部類に入ると思うんですよ。軽いものだと 20g 台のものが多いですので、結構 40g 台のスマホリングというのは重い部類になると思うんですけれども、これね外側にリングがついている構造で、なおかつね素材が金属なんですよね。なのでこの重さはね仕方ないかなと思います。で素材のこともねちょっと話に出ましたので触れておきますけれども、まずねこの部分、ここは金属製です。そしてこのスマホリングの特徴は、まあ、これだと思うんですけれども、このループですね、これはナイロン製になっております。ちなみに商品ページではねこの部分をグリップと言っておりますけれども、こちらがですね一般的に指を入れて使う際のリングと
というふうになっております。であとスマホとね接するこの部分なんですけれども、これねダブルリング構造ではないので、このリングを装着してくるっとこう向きを変える場合、このリングごと本体ごとですねこういうふうに回ります。当然ねスマホの背面と擦れるわけなんですけれども、この擦れる部分にはシリコン製でしょうね、柔らかい傷が入りにくい素材を貼り付けてくれております。はい、ということでね諸データ紹介しましたけれども、ここからはこのスマホリングの機能と特徴、そして使ってみてね感じたことを交えてお話していきたいと思います。全部でね6項目あるんですけれども、まず1つ目です。1つ目の特徴は強力な磁力という点ですね。で商品ページに N55 磁石30ニュートンというふうに書かれているんですけれども、もう必要十分な磁力だと思います。裸のね iPhone の背面に取り付けて使う場合、まあ、これもねまあまあ十分な磁力を持っておりますし、またこういったですねマグセーフ対応のスマホケース iPhone ケースを使っているとさらにですね強力にくっつきます。はい、ただね今回使ってみて感じたんですが、以前紹介した同じくデザートウエストさんのこのスマホリングですね、これと比べると若干磁力弱いですね。例えば iPhone 裸の場合ですと、このねイタリアンシュリンクレザーのタイプのものはまあ、これね十分くっつくんですけれども、はい、まあ、形状が違うというのもあると思うんですが、こちらはですねちょっと外れてしまうんですよね。はい、ですのでねご使用の際はねこういったマグセーフの磁力を強めるタイプの iPhone ケースと一緒にお使いになることをお勧めしたいと思います。はい、2つ目です。2つ目にご紹介する機能と特徴、それはですね両面マグネットという点です。まあ、このスマホリングですね、こちら側に、まあ、磁石が入っていてiPhone にねこういうふうにくっつきますけれども、実はこの背面側にも磁石が入っております。でこれ何がいいかというと、磁石がくっつくスチール製金属製のものがあるところにはこれねくっつけることができるわけですよ。で例えば台所で言うと冷蔵庫とか、あるいはうちの場合だと換気扇とか食洗のあたりにですね、これくっつけて YouTube で料理の動画を見つつ料理するということができるんですよね。またジムに行ってる場合ね、フィットネスのメニューを表示させた状態でトレーニング機器に貼り付けることができますし、また一番僕はね使ってて便利だなと思ったのは車ですよ。マグセーフの磁力を利用した車載スタンドにこのままねつけたままくっつけることができるんですよね。で通常のリングだと車載スタンドにくっつけるときにこれ外さないといけないんですが、このデザートウエストさんのスマホリングの場合は背面につけたまま車載スタンドにつけることができます。日常生活の中でスマホリング使う場合に一番面倒だった、あもうここ外さないといけないっていうような場面ね、ほとんどの場合こういった場面でこのスマホリングの場合はつけたままでいけます。ただしですね外さないといけない場面もあります。これがね3つ目になるんですけれども、このスマホリングね商品ページにワイヤレス充電を邪魔しないというふうな表記があってちょっとね勘違いしそうなんですが、このままワイヤレス充電ができるわけではありません。これは取り外す必要があります。これねメーカーさんに確認しました。なのでマグセーフ充電に対してはね非対応ですので、その点はねご注意いただけたらと思います。ただね一部これつけたまま充電ができてしまう充電スタンドもあるんですよ。僕がデスク上で使っている ESR さんの充電器がまさにそうなんですけれども、これねつけたまま ESR さんの充電器に装着すると充電が始まってしまうんですよね。で最初僕はてっきりあこれ充電対応してるんだと思ってしまったんですけれども、充電の場合は必ず外してください。危険ですので絶対しないようにしてください。はい、4つ目はですねこれですね。このスマホリングなんといってもこれが特徴だと思います。でこのナイロン製のねループなんですけれども、メーカーさんはねグリップと呼んでるようですが、ここがいわゆるスマホのリングなんですよね。はい、こういうふうに持つという使い方をするわけなんですけれども、これね何がいいかというと指がね痛くないんですよ。スマホリングって僕あまり好きじゃなかったのは、こういうね小さい金属製のリング、これに指を入れて長時間使ってるとこのねリングが当たっているところが痛くなってくるんですよね。でそれがこのナイロン製の柔らかい素材のグリップリングになると、
例えばね、これね、こういうふうに縦持ちにするとここにスマホの重みが全部かかってくるわけなんですけれども、全然これね痛くならないです。でまたね、暑い時期汗をかいた状態で金属と触れ合ってるのってあんまり気持ちよくないじゃないですか。でもこれね、ナイロンを折ったものですので通気性が良くてサラサラとしている肌触り、これがね使っていてすごくね気持ちよかったですね。はい、ただね、いいことばかりではないなというのもありまして、例えばね、これスタンドとして使う場合にやっぱりこれ邪魔なんですよ。 iPhone 横置きにしたいなと思った時にこうはできないですよね。これやっぱりこう逆向きでこういう風に置くしかないんですよね。だけども、まあ、これだとですね、このピロピロが上に出てしまうんですよね。まあ、ちょっと気になるといえば気になるんですけれども、iPhone を立てるときにちょっとこのナイロン製のグリップの位置、これを注意する必要はあります。はい、5つ目です。5つ目はですね、今この外側のリング出していますけれども、スタンドとしての機能ですね。これ個人的にすごく嬉しいんですけれども、立て置きができるっていう点ですよ。でこういうね、スマホリングってよくあるのはこういうね小さいリングのものですよね。でこれだとこういうね横置きはできて、これはね、まあ、角度調整も若干できるんですが、立て置きは全然ダメなんですよね。でそれに対してこのリングの場合はほら大きいですから、横置きもちろんね角度調整もできますし、立て置きもこういうふうに置けて、しかもね角度調整ができると、これがねすごく便利ですよね。で僕の場合、個人的にはですね、 iPhone をデスク上では立て置きしたいんですよ。ところがスマホリング多くの場合縦置きに対応していないというところがネックになって、今までねスマホリングあんまり使ってこなかったんですけれども、これは OK ですよ。これはすごく便利だと思います。でしかもね、これすごく大きいリングじゃないですか。大きいので置いた時に安定するんですよね。こういった小さいリングよりも安定感が増して使えると、この辺もね嬉しい点だと思います。で最後なんですけれども、こういったスマホリングでよく聞くのが、1ヶ月でパカパカになってしまいましたというのをよく聞きますよね。で一応ですね、商品ページに見ると1万回折りたたんでも緩まないリングヒンジというふうに書かれていて、まあ、耐久性はねかなりあるんじゃないかなと思うんですが、この点に関してはですね、正直言って長期使用してみないと分かりません。ですので今後使っていく中でね、思わず短期間でもうゆるゆるになってしまいましたっていうことがありましたら、またねご報告したいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、デザートウエストさんからレビュー用に提供していただいたスマホリングですね、以前紹介したモデルとはまた違う縦置きも横置きもできて、なおかつナイロン製の非常に柔らかいリング、グリップも装着されていて指にも優しいというモデルを紹介しました。でデザイン的にもねすごくいいですし、これまで紹介してきたスマホリングの中で、まあ、ほぼ完璧だなというふうに思いました。でここでほぼってつけたのは何かというと、やっぱりね充電ですよ。これでつけたまま充電もできてしまうと、もう本当に完璧だったんですけれども、まあ、その点はねちょっとだけ不満が残る点ではあるんですけれども、それを差し引いてもね、このスマホリング非常に使い勝手が良かったのでおすすめしていきたいと思います。で最後にね、短期間で同じメーカーさんの別のモデルも紹介しておりますので、どちらがいいのかっていうお話もしておきたいと思いますけれども、これ非常に難しいところで、イタリアンシュリンクレザーを使っておりますので、見た目の高級感、そして磁力の強さ、この2点はこちらのモデルで、もちろんねデザインこのモデルも悪くないんですけれども、こちらはやはりね使い勝手の良さ、これがね抜群に良かったです。はい、ということでね、スマホリングを検討されている方、参考にしていただけたらと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。